朝香正彦は、日本の旧皇族。高彦王第一王子。皇籍にあった時の名及び未位は、正彦王で、継承は殿下であった。上皇はまたいとこにあたる。東京国際大学特命教授、日本食文化協会最高顧問、日本チェコ音楽協会名誉顧問、東京都庭園美術館館長特別顧問、日本国際連合協会幹事、 目黒区美術館館長特別顧問、来社はアカデミー名誉会長、異文化コミュニケーション財団会長、マーシャル方面遺族会名誉会長、ファイブは、デイ協会会長、ツカントリークラブ名誉理事長、友光クラブ理事長など、スータの養殖、名誉職を歴任。旧朝香宮邸。雅彦は4歳で功績を離れるまで、ここに住まい。 現在その縁で、館長特別顧問を務める。1943年8月18日午前5時50分、高輪南町御用邸において誕生。8月24日に正彦と命名される。1947年10月14日、祖父、浅香宮鳩彦王が皇族の身分を離脱したため、正彦をも皇室天畔第13条により皇籍離脱した。 東京芸術大学音楽学部器学科を卒業し、イタリアのサンタチェチーリア音楽院に留学。帰国後、CBS ソニーレコード株式会社に入社し、クラシック学芸制作を担当、2001年に退社した。2004年8月3日、韓国のブネー王領を参拝した。日本の皇族関係者のくだら王領参拝は、これが初めてとなった。2005年7月1日、 ともみつクラブを設立し、理事長に就任した。2012年10月15日、エドウィン・オー・ライシャワー生誕100年を記念して、ライシャワーアカデミーが設立されると、その名誉会長に就任した。2016年3月14日、マーシャル方面遺族会名誉会長に就任。2018年4月19日、旧伊豆神社の朝香宮殿下九尺法の80年祭。 記念春季礼大祭に、お牛上流と共に臨席し、しだれ桜の記念植樹をした。このしだれ桜は、後の令和改元の際に記念御朱印帳の衣装に取り入れられた。2019年6月6日、ファイブは、礼教会の新会長に選任された。正彦に関するカテゴリー。ありがとうございます。